はい、トムでーす。今日はみんなが意外と知らないお醤油、お醤油のことについてお話ししたいと思います。その前に、僕ね、日々たくさんの投稿の方を最低1日1本はねしてますので、保存ボタンの方をよろしくお願いしますね。それが僕の応援につながるからね。実はお醤油、醤油ね、醤油、普通の醤油だったり薄口醤油だったりいろいろあるんですけども、これね、意外とみんな勘違いしちゃってるんですけど、普通のお醤油より薄口醤油の方が塩分濃度が実は高いんですよ。薄口なのに塩分多い、薄口なのに塩分多い、みんなに教えてあげてね。そんな感じでした。